はいどうも、プレスの T です。今日はですね、キメハラってものについて話をしてみたいんですけど、どうですか？皆さん、キメハラって聞いたことありますか？僕もつい最近知ったんですけど、キメハラのハラっていう部分はいわゆるハラスメントですね。セクハラとかいろいろあるじゃないですか。ああいうハラスメントの一種らしいんですけど、じゃあキメってなんだって話ですけど、これ鬼滅の刃のキメらしいんですね。どういうことって思うかもしれませんけど、皆さんご存知のように鬼滅の刃すごい人気ですよね。コロナでね、映画館とか苦しいっていうような状況にもかかわらず、なんか興行収入えらいことになってるみたいな話で、話題にはしょっちゅう上がってると思うんで、鬼滅の刃ぐらいは知ったことは知ってると思うんですけど、これ何が問題かって言った時に、いろんな人が鬼滅の刃進めてくるわけですよ。ただそれが行き過ぎてですね、鬼滅の刃見てないやつはクソだとかね、そういうレベル感のところまで行っちゃう人たちがいるらしくて、そういった人のことを指して、キメハラっていう風に言うらしいんですね。で、こういった話って、すごい大ヒット、映画とかでもそうですよね。少し前だったらそれこそ君の名はとかもそうですけど、まだ見てないのみたいな感じのことで、なんかよくわかんないマウント取ってくる人いるんですけど、これに関しては結構根深い問題というか、結構もっと身近にもあるような話だと思うので、ちょっとね、話をしておこうかと思って今動画撮ってます。で、とりあえず僕に関して言えば、鬼滅の刃についてはぶっちゃけ見てません。見てませんってか、今見てる途中って言った方が正解かな。それこそ友達に勧められてね、見てないんだったら絶対見た方がいいよっていう話だったんで、とりあえずちょくちょく漫画をね、買ってきて読んでる途中なんで、僕も全然鬼滅の刃詳しくないんですけど、で、それについて面白いか面白くないかとかっていう話についてはまた別の話だと思うんで、一回置いておくとして、確かにね、読んでませんみたいなことを言うと、すごいなんか、って驚かれる場合はありますよね。極力僕もいろいろと、いろんなところにアンテナを張っておきたいなと思ってるんですけど、なんとなく鬼滅の刃はちょっとこう、触手が伸びなかったというか、ほっとけばいいかなみたいな。逆にさ、ちょっとなんか盛り上がりすぎちゃって、なんかあんまり、ね、今からちょっと読むのもなんかミーハーかなーみたいな、よくわかんない感じがちょっと僕の中ではあってですね、ちょっと手出しなかったっていう事情があるんですけど、それは一回置いておいて、こういった事情何が問題かって言うと、やっぱね、そのみんなやってることに対してお前はなんでやらないんだみたいな、この同調圧力みたいなのはかなりやっぱ感じていてですね、特に日本の場合はその辺結構強力だと思うんですね。で、これが本当に趣味の話ぐらいで別に気に留めないようなところだったら全然いいんですけど、僕が一番やっぱ危惧してるのはこの時期で言うと公募推薦で合格した組ですよね。また結局勉強の話かでなるかもしれないんですけど、やっぱ結構ね、これ大きい話かと僕は思っていて、要はこの時期になってくると公募推薦であるとか栄養とかね、この辺もどんどん決まってくる人たちって学校にある一定数絶対いるんですよ。で、この人たち、それはもう要は受験が終わったってことですから、こっから先ね、いろんな楽しいイベントあるじゃないですか。ハロウィンはもう終わっちゃいましたけど、こっからクリスマスがあったりとか、お正月があったりとかね、そういったところで、最後の思い出作りみたいなところで、すごく盛り上がってくる時期ではあると思うんですけど、残念ながらね、実際の入試組っていうのはまだまだ終わらないわけですよ。実際のっていうか一般組ですよね。私立にしても共通テスト受けて、国公立の二次試験受けに行くっていう人もそうなんですけど、全然まだまだこれからなんですよ。むしろこっからが本番みたいな状況なわけですね。で、そういった時に、かなりの進学校だったら全然問題ないとは思うんですよ。進学校の場合どうなるかっていうと、結局みんなね、やっぱり私立の一般とかの最終受けに行くとか、やっぱ国公立受けに行く人って多いので、共通テストまでは絶対にみんな共通、それこそ共通だからね、受けに行くっていうような状況で、そんなに公募が終わったからってわーって盛り上がったりとかはしないんで別にいいんですけど、そうじゃなくて微妙なラインですよね。なんか就職する人も当然いるしとかみたいなところで、でもやっぱ僕大学進学考えたいんだよねっていうような状況で、この要は同調圧力みたいなところが問題になってくるケースっていうのが非常に多くてですね、要は単純にはぶられるってことですよね。みんな終わってこれからどんどん遊びに行こうって言ってるんですけど、終わった側もね、そんな悪気は多分ないんですよ。悪気はないんで、自分たちはもう終わったからこれからどんどん思い出作ろうっつって気合い入れてるわけですよ。で、それ自体は別にいいじゃないですか。ね、高校最後の思い出作りをしようっていうのは別に僕も全然否定する気はないんですけど、それって全然意識せずに、そのまだそのね、受験が終わってない人にも言っちゃうわけですよね。お、遊びに行こうぜみたいな。で、ここで普通にいや俺まだ受験終わってないからっていうところで、そうかっていうふうに終わればいいんですけど、これがなんかね、うわあいつ付き合い悪いなみたいな感じで言っちゃう人っているんですよ。
別にこれは意識してとかじゃないと思いますよ。ふっと多分出ると思うんですよ。だけどそこって意識しておかないと結構気にする人いますよって話なんですね。まあ自分がやられたらどう思いますかって話はよくあるんですけど、まあね、こういうのって本当意識しておかないと、あのしれっと言っちゃう、あそうかお前付き合いはいいなぐらいの軽い気持ちでね、あの自分自身は言っていたにしても、受け取る側ですから、こういったまあハラスメント系の問題、まあ、いじめもそうなんですけど、こういうのって何が難しいかっていうと、受け取る側がどういう風に感じるか、これが一番大きいんですよ。だから、いや全然俺そんな、なんかあのハミングにするっていう風なつもりで言ったわけじゃないぜっていう風に思ってるかもしれませんけど、相手がねそれを言われて、これから受験がまだあるのに自分は遊べないでしょうがないからもうね断ってるっていうのに、なんかそのハブられたみたいな、あいつ付き合い悪いって言われたって言って勝手に傷つく人っているんですよ。でこれって分かんないでしょ、人がどう考えるなんか分かんないわけだから、そこについてはかなり慎重に慎重を期すぐらいの態度で挑んだ方がいいと思うんですよ。でまあじゃあどういう風にするかって言った時に、まあ大体みんなも分かってるでしょ、この人は一般受けるんだとかっていうのね、大体友達だったらある程度把握してるじゃないですか。まあもちろん分からない場合もあると思うんですけど、とりあえずその分かっている人に関してはもうそういった話をまず振らない、どうとかっていうね、これから遊びに行くんだけど君をどうって、なんかこれ言わないっていうのはなんかそもそも良くないなっていう感じ、誘わなかったっていうところで負い目を感じるかもしれませんけど、そもそもちょっと考えたら分かる話で、あのさ遊びに行けないでしょ、むしろこれからが本番だっつってんだから、誘われても断るしかないっていう状況っていうのは想像できるわけだから、そういう風にこれからまだ一般が残ってるっていう人に関してはそもそも誘わないっていうのも一つの手です。まあ、もちろん相手の性格にもよるんで、そういうの声かけとかないとなんかふてくされるような人だったらそれは声をかければ全然いいとは思うんですけど、まあ、基本的にはねそこはわきまえた方がいいですよと。でもう一個難しいのが、クラスの中にいる、ね、別にそんな仲良くないんだけど、もしかしたらその人は一般受けるかもしれないっていうケースですよね。でこういう人って絶対クラスに一人二人はいるんですよ。あのね、あんまり進学校じゃないからって、うちはね、全然進学校じゃない、就職とかする人も多いからっていう風に思ってる人も多いんですけど、やっぱりね、一人二人ぐらいは絶対いるんですよね、大学を考えてる人って。で、その人たちのことも少しちょっとね、考えてあげてほしいんですよ。で、やっぱり僕らのところに来る相談っていうのでも毎年多いのが、学校っていうのが騒がしくて全然勉強に集中できない。でまあ、これに関して言えば、まあもう、その学校ってそもそも前も言いましたけど、自分で勉強する空間ではないんですよ。だから、まあ、無理っちゃ無理なんですよね。そんなところをこだわったところで、お前ら黙れっていうのもなかなかまたこれ労力高いから、言うのも無理だからもう諦めて塾来ないよって言うんですけど、ね、公募受かって、もう進路が決まったと。で、そういう人はちょっと余裕があるわけじゃないですか、心にね。余裕があるんだから、ちょっとその余裕を使って周りを見渡してみてほしいと。で周りを見渡せばなんかまだちょっと勉強してるなっていうような空気感ある人いるでしょ。でそういう人が目についたんだったら少し教室で騒ぐのは自重して、別に騒ぐなと言ってるわけじゃないですよ。そうやっていろいろ遊びたいって言うんだったら学校の外で遊べばいいじゃないですかね。それぐらいの配慮は少ししてあげてもいいんじゃないかなっていうふうに思ってるわけですよね。でまあなかなかねこの辺の配慮とかってまあ難しいんですよ。偉そうなこと言ってますけど、多分僕も結構ね、多分っていうかまあ絶対そうなんですけど、どっちかっていうと絶対いじめる側に入ってた部類の人間なんで、言われるんですけど、やっぱさ分かんないですよね。結局自分が良かれと思ってやったことがなんかその相手にとって嫌だったっていう場合って非常によくあるので、でそのことに関して言うと本当にまあ僕の配慮が足りなかったっていうのがまあ結局答えではあるんですけど、やっぱ無意識のうちにやっちゃう部分ってあるので、だからこそしっかりと意識を向けてですね、自分の周りにまだまだなんか勉強してる人がいないかとね。でちょっと考えたら、まあ、それは受験する人も多分いるだろうなってことが想像できると思うんですよ。皆さんもなんだかんだで公募を受けてるわけで、この公募が万が一ダメだったら一般を受けてるわけでしょね。だからこそ皆さんもちょっと落ち着いてね、嬉しいのは分かります、それで喜んだりっていうのは間違いないですし、おめでとうって話なんですけど、そういうのちょっと考えてですね、無理に周りに俺らが終わった、自分が終わったからお前も遊べるよねとか、そういう風な押し付けっていうのはやめていきましょうという話です。まあそういう風なところを気をつけていくとね、なんだかんだでみんながちゃんと受験が終わった後にしっかり遊ぶとか、そういった思い出作りとかっていうのがまあ円満にできたりするんでね、その辺のところもちょっと考えて思慮深くはっちゃけてくださいと、そういうお話でした。じゃあ今日はこの辺で終わろうと思います。お疲れさんでした。さよなら。